como. ¡Oh, te, 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 te! なんか罠みたいのが結構先は広いな。やられてる。よく見ると、こいつも危ねえ。うわあ、え、ここなんもないの。ちっちゃい宝箱が出てる。おお、やった、ブラッドボーナス400。これはでかい。そうそう、ボスだろうな、さすがに。なんだなんだ、だいぶギミックがね、増えてきましたね。よし、この先だろ。パレード広場。まだか、ボス。長いな。でもこれ終われば2章が終わりってことだよね。早っ。厄介だな。わ、なんでそこにいるの。
ただもらえるブラッドの数とかもだいぶ増えてきたな。詐欺の足もっと効果的な攻撃方法ないのかな。あ、やられちゃってる。雲のやつが。そしてまた爆発するやつがいるじゃん。まであともうちょっと時間が必要か。復活まで待つか。チアルピエリア。もうちょい。チアルピエリア。もしオッケー。闇が溢れ出してる。あの黒い血を全部とこしえの夜にかける。まずい。急いで浄化しないと。なんか来た。爆弾まで出してきやがる。危険だなこいつ。やばい。
通した。 OK。 え？あー、なんだなんだ、倒したと思ったらパワーアップしやがった。聞いてないよ。めちゃくちゃだこいつ。素晴らしい戦いだったな。俺はロイド、世界を旅する商人だ。この島には珍しいお宝がわんさか眠ってるって聞いてな。一山当てに来たってわけさ。ところで、命の恩人の名前を教えてもらえるかい？私はアーナス。あなた、さっきの男の人？ああ、あいつなら。あんたね、私が調べてた遺跡を横取りすれば、私をおとりにして自分だけ逃げれば、何してくれちゃってるんですか？これ松岡か。まあまあ落ち着いて、アルカードの旦那、最後はちゃんと助けてやったろ。アルカードじゃなくて、アルカード、旦那じゃなくて教授とお呼びなさい。それに私を助けてくれたのは泥棒崩れのお前なんかじゃない、こちらの未確認生命体のお嬢さんだ。未確認？私は妖魔研究をしておりますアルカドです。夜の君がいよいよ目覚めると聞いて世界最後の夜を観測に来たのです。いやいや、早速こんな素晴らしい研究対象と巡り合えるとは。研究対象？邪妖をあんな風に葬り去るなんて普通の人間にはできっこありません。そこでぜひ君の体を調べたい。それよりどうしてこんな危険な場所に？それはこいつだ！あんた何言ってくれちゃってるんですか？ここは私が教皇庁から聞き出したローマ研究に最も適した場所なんですよ。それはあんたが金目のものがありそうだとかなんとか言うから心配なんてついてきたんじゃないですか。白馬の王子様を夢見る真相の霊場みたいに眠ってるお宝ってのは冒険野郎を待ってるもんなんだ。それにあんただって本物の妖魔が見たいって言ってたじゃないか。俺はこの通りナイスガイだし、あんたも黙ってりゃ美形に見えないこともないし、すげえ美人妖魔が引っかかるかと思ってさ。あーた、ナンパしにここまで来たんですか？呆れた変態ぶりですね。初対面のお嬢さんに体を調べさせろなんて迫る男の方がよっぽど変態だと思うが。はぁ、バカバカしい。あれは純粋な研究欲です。私の崇高な研究をあなたの汚れた目で見ないでいただきたい。人の恋愛観汚れとか言うな。両親が愛し合わなきゃお前だってこの世に生まれてないんだぜ。はあ、さてお前恋愛経験ゼロか？生きてきた年数イコール彼女いない歴か？でしょ。研究に身を捧げたこの私をよくもこの中で主義者の私でもこれには堪忍袋の方がキレッキレです。決闘だ。おお、やるかい変態先生。じゃあアーナスちゃんを見届け人に見立てて。あれ、
ギャグかよ、もうと。お帰りなさいませ、アーナス様。ごめん、支配人。宿泊客、ほっぽり出してきちゃった。あの方々なら大丈夫ですよ。それより、心配されておりましたよ。リュリーティス。リュリーティス、今帰ったよ。踊り出した。寄宿舎にいた時はよくこうやって踊ったよね。私ダンス下手だったものね。アーナスが付きっきりで教えてくれて、懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。英国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ、ずるい。君が感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーティス、ごめん、なんでもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーナス、はあ、もう朝か。貧血気味だな。リュリーティス、リュリーティス、大丈夫？アーネス様、あれ、行き倒れです。ああ、あれね。我がホテルの評判にも関わりますので中に入れましょう。仕方ありませんが。そうだね、仕方ないけど。ごゆっくり。助けて。
てもらったご恩はご恩としてです。まあこの変態先生はともかくだ。なんで俺まで置き去りにしたんです。別に放っといても死にそうにないから。こんな人も妖魔も見境なく盛ってる男と一くくりにしないでください。研究にかこつけて裏若き少女の肉体を調べようなんていうドスケベと一緒にされたくないね。ね、このメガネーズよく似てるだろ。ご兄弟ですか。とにかく一度助けてもらったご恩はご恩です。教皇庁の電話を盗み聞き偶然聞いてしまいましたが、あなたエージェントだそうですね。ここに黒の書という夜の君に関するマル秘文献があります。あなたにこれを捧げましょう。で、真っ暗になってるけど焼け焦げた古本なんか年頃のお嬢さんが喜ぶかい。女性へのプレゼントとはこうやるんだ。王室御用達の超高級チョコレート、どうだい、宝石のようだ。教皇庁の電話を盗み聞き、いや、とても聞いちまったんだが、エージェントはチョコレートがお好きだとか。当たりだな。さあどっちがいいですか。ありがとう。泥棒のロイドさんだっけ。商人だ。僕嘘別種馬に負けるなんて。アーナスさん、あなた夜の君の情報が欲しくないんですか。この黒の書が修復できれば夜の封じ方だってわかるかもしれないというのに。夜の君の封じ方だって。この本がどうして教皇庁に焼かれたと思ってるんです。必見だからですよ。食いつきました、食いつきましたね。変態先生はまさか夜をどうこうしようってのか。いいえ、これはただの知的欲求ですよ。この世界はとうに滅びていて叱るべき世界です。それを聖女の力で引き伸ばしたって。まあ概ね同感だな。女の子頼みってとこが引っかかる。それに世界の終焉なんてロマンチックじゃないか。最後の夜を誰と過ごすかなんてさ。何ですか、あんたは全部下の話ですか。ロマンのかけらもない言い方はやめろ。お前の下品はお前の責任だ。やっぱりあなたとは決着をつけるべきです。どう望むところだ。よろしかったらお一ついかがですか。こっちも自信作なんです。ああいいですね、女子の手作り差し入れ。ほらあなたも食べなさいよ。イライラするのは糖分が足りてない証拠です。別に女の子の手作りケーキなんて俺は食べ飽きてるんだけどな。決めていますので。あら残念。そういえばさっきのゴタゴタで忘れてたけど、これお部屋に落ちてたのアーネスのじゃない。親愛なるシスター、教皇庁から送り込んだ助っ人とは会えただろうか。一人だけだと心もとないだろうが、優秀な人間だと聞いている。きっとお前の助けになるはずだ。遠慮なく頼る。誰よりも妹思いのプラスもあり。あれ
ってことはどっちかが偽物なのか。でもあのアホメガネさん、どっちもエージェントって感じじゃないけどね。リュリはどっちが偽物だと思う？あら、偽物は私かもよ。冗談よ。2章終わりましたね。すげえ大変だった。というわけで、第2章までクリアできました。次回は第3章進めていきたいと思います。第3章だよな、次は。違うね、第2章黒の章ですね。闇の元を探れをクリアしましたんでね、次は黒の章いきたいと思います。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。じゃあね。